こんにちは、芦屋人の芦屋ライフニュースです。芦屋で長年愛されているパン教室が食育を軸とした保育園を開園するというので取材に行ってきました。そのパバロン保育園は東山町にあります。2台分の駐車場もあるので、もちろん車での登園も可能です。この日は五感を使った食育タイムにお邪魔しました。元気いっぱいの子どもたちがお出迎え、手を洗って早速スタートです。自分でやりたいの気持ちが強い子どもたち、やる気満々です。パン生地をツンツン、くるくる丸めてみる。豆むきの豆がポーンと勢いよく飛び出して大笑い。匂いをクンクン嗅いでみたと思ったら少しかじってみたりと、まさに五感をフル活用の時間でした。パバロン保育園は、いつか世界へ羽ばたく子どもたちへ、一生ものの食育をというコンセプトで、1歳半からの未就園児さんを募集されています。代表の河内さんに立ち上げのきっかけを伺いました。コロナ禍でおうちご飯が増えたことで母親の負担が増し、子どもの自炊力の向上と幼少期からの食育の必要性を再確認したんです。またリモートワークが増えましたが、子どもがいるため仕事に集中できない、スポット的な仕事のため保育園には預けられないなど、子育て世帯をサポートし、女性の社会進出に貢献したいと考えるようになりましたとお話しされました。メニューは管理栄養士の資格を持つみゆきデリカの代表池田みゆきさんと何度も試作試食した自慢のレシピだそうです。お野菜が嫌いなお子さんがおかわりをしてくれるそうですよ。おいしく食べて思いっきり遊ぶワクワクの時間を提供してくれるパバロン保育園。子どもの食育のため、自分の時間確保のため、ぜひご利用してみてはいかがでしょうか。次回もお楽しみに。よかったら高評価、チャンネル登録をしてくださいね。